うわトルネードポテトがある。なんトルネードって。うわバラリーズホワイト、すごい。食べたい食べたい食べたい。揚げたてがいい。うわ味がいっぱいある。これかけていいと、かけていいとですか。どうしよう。ね、全部かける。あ、味がにぎやか。やりすぎた。豊穣屋っていうのは生命を慈しみ秋の実りに感謝する祭りで、博多の三大祭りのうちの一つなんよ。うわーお店いっぱいある。チョコバナナ食べたい食べたい食べたい。キャラスクイ食べたい食べたい食べたい。イカ焼き食べたい食べたい食べたい。うん、キャラスクイ食べれんやんか。やっぱりお祭りといえばチョコバナナ。うん、あーこれやりたいこれやりたいこれやりたい。よかったです。スポーツバリトギッチャン。よっしゃ行きます。えい、はい、えい、あれ、みんなでどうけど、福岡では北条絵のことを北条屋って言うじゃん。で、なんで北条屋って言うかっていうと、博多弁がなまって北条屋になったそうです。うわぁなんあれ、綿菓子アート、なん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 、行きたい行きたい。わぁ、作ってくれると、ひよこもあると、こっち、じゃあねえねえねえ、光るひよこ一つお願いします。わぁお砂糖が黄色。わぁできよるできよる、すげーすげー。よかった、もう綿菓子屋さんになりたい。めっちゃふわふわやん、まるで本物のひよこのようにふわふわやん。よかった、ひよこ仕分ける人にもなりたい。わーわー、ピンクピンク、かわいい。ピンクピンク、ひよこにピンクある、足、あーくちばしやんこれ。え、青、青は何するとですか。ひよこにはもうとうとう青なんか出てこんですよ。汗でもつけるとですか、ひよこに。リボンやー、バリかわいい。これあ、目もついて、かわいい。これ食べるのもったいないけど、もうよだれ。氷点下の世界、お化け屋敷、僕クマ工場やって感じやね。うわー梅貝餅やん。梅貝餅は太宰府の有名なお餅なんよ。けど梅貝餅は太宰府に行った時にちゃんと紹介しようかな。バイバイ梅貝餅。うわー生姜だー。だからね、なんかね、昔箱崎宮の周りが生姜畑やったっけ、今もこうやって生姜が売ってあるんやって、名残なんやって。でもな、生姜今かじるもんな。バイバイ生姜。あーやっと境内に着いた。いやー長い道のりやった。あんなことやこんなことあったでしょう。よしお参りしよう。よかとチャンネル。ねえ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 、みんなは何番お参りしたと。内緒。コスカね、よかとは来年もみんなと一緒に北条屋来れたらいいなってお参りしました。